はい、どうも、こんにちは。今回ね、逆転裁判1を続きからやっていこうかなと思います。前回は、まあ、とりあえず、チュートリアル、今チュートリアルかな、わかんないけど、とりあえず、第1話の途中までやったから、ちょっと続きからやっていくわ。さて、ここへ来て、状況は一変したと言っていいでしょう。ちょっと声がね、調子よくない、あんまり。花井健治、山の保証は？は、先ほど緊急逮捕いたしました。逮捕されたんかい？変なとこで切ったな、前回。そしたらよろしい。なるほど、君。はい。正直なところ驚きました。こんなに早く依頼人を救い出した上、真犯人まで探し出すとは。ありがとうございます。とにかく今となっては形式すぎませんが、被告人やはり正しに判決を言い渡します。あ、無罪やったぜ。いや、紙吹雪は回らないぞ。多分紙吹雪は回らないと思うぞ、さすがに。では本日はこれにて閉廷。声は調子悪いよ、ごめん。あんまり平泉さんの調子が良くないわ。山本という男は空き巣の常習犯だったらしい。空き巣なんだ。新聞の勧誘しながら留守の家を狙っていたというあの日。あ、見れるんだ。やはりが部屋を訪ねたとき、被害者は留守だった。彼が立ち去った後、山野は仕事をするため部屋に侵入。あ、そして部屋を物色中、被害者が帰ってきたのだ。逆上した山野はそばにあった置物を手に取って、めちゃくちゃだな。てか、空き巣のセンスなさすぎるだろ、逆に。何見つかってんの。甘くない下調べ。無事に終わったなんてまだ信じられないよ。なるほど、君、やったわね。おめでとう。あ、ありがとうございます。本当、所長のおかげです。うん、そんなことないわ。とにかく私、久しぶりにスカッとしたわ。こんなにニコニコしてる所長初めてだ。そう、やはりのやつも喜んでるだろうな。死ぬんだ。なんでお前がそんな顔してるんだよ。なるほど、俺、そろそろ。難しいよ、お前。やめて、3人目。そんなレパートリーないから。俺、そろそろ死ぬからさ。いや。お前は無罪になって事件は終わったんだよ、やはり。でもよ、ミカは帰ってこないんだよな。やはり。おめでとうございます、やっぱりさ。やっぱり。どうかしましたか、やっぱりさ。いや、なんつうか、本当ありがとうっす。これ一生忘れないから。ああ、おい、助けたのは僕だぞ。あ、そうだ、これプレゼント受け取ってください。いや、血ついてんじゃないの、私に。でもそれ証拠品じゃん。実はこれ、俺があいつのために作ってやった時計なんですよ。かっけえ、お前。え、いろんな知識いるでしょ、これ作るの。あいつのと俺のとで2個作ったんす。まあ、あなたが作ったのこれ。そうね、じゃあ記念にいただくわ。でもよ、なるほど。俺、こんなにあいつのことを思っていたのに、あの女にとって俺、ただのおもちゃだったんだよな。すげえ悲しいよ。やはり。私、そうは思わないけど。彼女は彼女なりにあなたのことを思っていたはずですよ。はっ、慰めなんて。あら、それはどうかしら。ねえ、なるほど、君、分からず屋の彼に彼女の気持ちが分かる証拠を見せてあげて。終わった後もあんの。終わった後も叩きつけないといけないの。はい。あ、そうですね。いきなり言われてもな。そうだよね、この置物がだって家に置いたままだったんだもんね。そうだよな、確かに。言われてみれば。くらえって、お前。やはりこれ。なんだよ、この時計がどうかしたか。これ、お前の手製のオリジナル時計なんだよな。彼女、こいつと一緒に旅行に行ってたんだぜ。ふん、たまたま時計がなかったんだろう。こんな重いやつ持っていかねえよ、わざわざ。
バカだろ、こんなおめえ時計常に持ってたら。それだけわざわざこんな重いもの持っていくか。まあ何をどう考えるかはお前次第だけど。なるほど。今回のことをお前に頼んでよかったよ。ごめんね、こう一緒で。やはりと。なるほど。本当ありがとうな。こいつの声があんまりインスピレーションないんだよ。イメージがやはりが普通すぎて。これでよかったのかな。なるほど君、証拠品ってこういうものよ。見る角度によってその意味合いはどうにでも変わってしまうわ。人間だってそう。重たいこと言うな。被告人が有罪か無罪か私たちには知りようがない。弁護士にできるのは彼らを信じることだけ。かっこいいな。そして彼らを信じるということは自分を信じるということなの。なるほど君、強くなりなさい、もっと。かっこよ。俺なんか旅に出ないといけないのかな、これ。旅に出る前に言われることだもんな。自分が信じたものは最後まで諦めてはダメ。死ぬなよ千尋。千尋死ぬなよお前。じゃあ私たちも帰りましょうか。そうですね。今夜私パーッとごちそうしちゃおっかな。でも勾玉でけえな。今気づいたけどさ、胸に気が取られてたけどさ、よく見たら首にかかってる勾玉バカでかくない？やっぱり三の無罪をお祝いしましょう。はい。あ、そうだ、やっぱり三といえばあなた彼のおかげで弁護士になったって言ってたわよね。え、はあ、はあ、ある意味ですけど。今度聞かせてね、その話。ものすごく興味があるの。確かにね、あいつのおかげでって。こうして僕の最初の事件は幕を閉じた。やはりのやつ、友達はいいなを連呼しつつも、あの考える人の時計以外に依頼料を払う気はないようだ。依頼料払えよお前、さすがに。まあでもどうなんだろうね、友達に依頼したって考えたら。まあ確かにそんなに取らないのかな、がっつりは。そしてあの時計は再びとんでもない事件を引き起こすことになり、やはりのことを話すという僕の約束は永久に果たされることはなかった。千尋さん、千尋さん死ぬじゃん。俺さっき言ったのに死なないでねって。死なないで千尋さんってさっき言ったのに。もう回収されちゃったわ。いやもう千尋さんの声できないの俺。もう千尋さんちょっと低い声でやるのハマってたんだけど。あ、第1話あんの早っ。あ、こんな早いの逆転裁判って。いやでもあれチュートリアルだからな、1話は。多分それで早いんだろうな。まあ普通に分けないで行こうか。行こうか。逆転姉妹ってタイトルか。お姉ちゃんが死ぬのかな、じゃあ。あれ？あ、違う。あ、オッケー、びっくりした。ポロロロロロ、ポロロロロロ。なんすか？赤字で書くと怖いな。はい。あや、こたま、千尋さんの名字だよね。名前、なんて読むんだっけ？里？あ、もしもし、私よ。あ、千尋お姉ちゃん、どうしたの？珍しいね。ごめんね、最近忙しくて。どう、元気？もう可愛い妹を一人でほったらかしてひどいな。なんて。大丈夫だよ、もう慣れちゃったから、一人暮らし。そう、ありがとう。あのね、実はちょっと頼みたいことがあるの。ああ、わかった。また証拠品扱れって言うんでしょ。よくわかったわね。今度の事件ちょっと話が大きくなっていてね、裁判の日までそばに置いておきたくなくて。へえ、で、今度は何？置き時計よ。また時計？時計？そう。考える人の形をしてて、なんと喋るのよ。あなた好きでしょ、こういうおもちゃみたいなの。ああ、また明日のこと、私のこと子供扱いした。ごめんなさい。あ、でも、今はこの時計喋らないんだっけ。なんで？つまんない。さっき時計の機械を抜いちゃったから。代わりに書類が入っているの。書類？それが証拠品なの？なんか話がそれっぽくなってきたね。じゃあ今晩の9時頃事務所に来てくれるかしら。裁判の打ち合わせ多分その頃までかかるから。お姉ちゃん、また何か美味しいのごちそうしようね。あ、味噌ラーメンがいいな、味噌ラーメン。はいはい、じゃあいつものお店行こうね。やった、約束だよ。
じゃあお姉ちゃん、また後でね。うん、待ってるわよ。迷い。迷いそう。道に迷いそう。あ、録音しました。大丈夫か？これが最後のあれか。だ、これが証拠になるのかな、もしかして。そう、最後、この、なるほどがさ、裁判するときにさ、この電話記録が。じゃあ、ミスしろ。もらってくよ、書類を。悪いけど、渡せないわ。ここにはないもの。ミスチヒロ、嘘は下手みたいだね。ちゃんとあるじゃないか、そこに。書類を飲み込んだ、考える人がさ。どうしてそれを。ははダンチなの？知らないのかい？僕は情報を集めるのが仕事なんだよ。油断したわ。あれか、録音しました。そうか、証拠とかじゃなくてあれか、盗聴器か。ふん。それと、ちょっと気の毒なんだけど、君には約束してもらわなきゃならないことがあるんだ。エターナルサイレンス。永遠の沈黙をね。はっ！チルさん。またこれで殴られんの？誰？お前も紫ジャケット？お前も紫ジャケット？こ、な、が、紫ジャケット流行ってんな。9月5日午後9時8分、あやり。あやりでいいのかな？あやさとかな？あー、消えるんだ。あ、ジムサイル。あー、読み方わかんねえな。ふう、すっかり遅くなっちまった。おかしいな、所長帰っちゃったのかな。妹さんが遊びに来るからご飯食べに行こうって。3人で行くの、お前。関係性がわかんねえ、お前らの。なんだ、この匂い。千尋さん調べる、移動する、なにこれ。なにこれ、なにこれ、これ選ばせんの。え、調べる。あ、ここでね。え、あー、なるほどね。 OKOK、 じゃあ移動しようか。ごめんね。調査できるんだ自分で。血の匂いだ。お姉ちゃん、誰かいる？気づくの遅い。お前、そう入ったら見えるだろ、普通。もう倒れてるとこ。そこ一点しか見てなかったの。はっ、所長。所長じゃなくて、所長。あ、妹ちゃんもマガタマでかいな。なんかお前、あれだな、フリーの脱出ゲームに出てきそうな顔してんな。あ、妹のこと知らないんだ、君は。ってことは。初めて会うんだな。気絶した少女を事務室のソファーに寝かせて、僕は所長のそばに戻ってきた。所長の体にはまだ少しぬくもりが残っている。肩を抱く僕の手を通してはっきり感じることができる。でも、そのぬくもりは急速に、そして確実に、この手から失われていった。所長。調べようか。あ、調べられると黄色になるんだ。オッケー。まあ、あとこの、ね、仏像が。仏像なんだっけ、置物か。ん、これは大小のガラスの破片が散らばっている。どうやらガラスでできた電気スタンドだったようだ。うん、うん、あ、チェックした。所長、見るのも辛いけど調べないわけにはいかないな。鈍器で頭部を殴られている。多分即死だったんじゃないだろうか。下のそばに転がってる考える人が凶器か。証拠品、考える人のデータを法廷記録にファイルした。それと、所長の体の周りにガラスのかけらが散らばっている。部屋の奥に倒れてるガラス製の電気スタンドの破片か。はい。他にはもう手がかりになるようなものは。ん？千尋さんの体から何か紙切れが落ちたぞ。今、
進行形で、なんだろう、あ、迷いって出てる、血がべっとりついてる。なんとも皮肉なことに、今度は所長の命を奪ってしまったらしい。とんでもないよなマジで。あ、でも体知られるんじゃまだ。まあ行こうか。はっ、小さな紙切れに血で文字が書かれている。迷いだな、千尋さんが書いたのか。ちなみにこの紙切れはデパートの領収書で昨日発行されたものだ。はいはいはい、ファイルした。とりあえず調べるのはこれぐらいでいいだろう。警察に通報、それにあの女の子のことも気になるな。つか名前知らないのかまだ。ああ、調べ、もうあれか、消えないだけで。あ、消えた消えた。じゃあこんなもんかな。あ、この事務所のすぐ目の前にビルが見える。バンドホテルというビジネスホテルだ。なんかあるかな。あ、所長の椅子だ。機能重視のシンプルなデザインで座りやすいんだ。いらねえよその情報。まあ仕方ないけどさ。終わりかな。じゃあ、さっきの女の子はどこだ。そこのソファーに寝かせておいたのに。まさか逃げたのか。いるじゃん、バチコシ前にいるじゃん。ふっ、脅かすなよ。あのさ、名前教えてくれないかな。大丈夫、僕はこの事務所の人間だから。迷い、いやこれやっぱ引き継ごうや、この声を。あやさと迷い、あやさと迷い、迷いだって。千尋さんが書き残したのはそのこの子のことだったのか。ちょっとこの子にあの領収書を突きつけてみよう。法廷で覚えたテクニックが実生活で役に立つとは。お前さ、証拠をさ、これ見覚えないですかって見せることを今までやってこなかったのか、人生で。あ、いっぱいある。え、もう話せるよまだ。まあいいか、とりあえず行こうか。千尋さん亡くなる前に自分の血でメッセージを。領収書の裏にね。はっ。あ、私の名前。どうして、お姉ちゃんが。どうして。落ち着いてくれ。なんで、お姉ちゃんが、私を。そんな目で見られてもな。とにかく早く警察を呼ぼう。OK。あ、そうか。かなり弱ってるみたいだけど、聞かないわけにはいかないな。てかあれだな、やっぱ第1話がめちゃくちゃチュートリアルで早く終わっただけだな。多分これ第2話普通にしっかりしてるわ。すごいここで時間かかってるもん割と。君、一体何があったんだい。私が来たら部屋が暗くて、もうお姉ちゃんは亡くなった後だったというわけか。君は所長の妹です。こんな時間に遊びに来たの。はい、証拠品を預かってほしいって。証拠品って。はい、あの考える人の置き時計を。え、あ、受付に使ってるデスクだ。いつも僕が座ってる。お前受付かよ。お前受付だったのお前。小さなライティングデスクには事務用品が整然と並んでいる。これは法律関係の本が嫌になるほどびっしり並んでいる。事務所を訪れる客たちは必ずこの本棚にビビる。あ、来客用のソファーだ。革張りの高級品らしい。法律事務所行ったことないからさ、わかんないんだけど。大きな絵画だ。モダンアートというの、だろうか。僕にはただの失敗作にしか見えない。まあそういうもんだよな、芸術ってな。手がかりになるものはない。所長室へ通じるドアだ。半開きになっている。ドアノブには触れない方がいいだろう。まあ指紋残っちゃうからな。どうしようかな。
これでさ、あ、こっちが見れるんじゃん。やったじゃん。あ、通話記録残ってるじゃん。てかお前さ、事務所で電話したってことか。ってことはお姉ちゃんが。ちょっと意外なことに所長は機械に弱い。このパソコンもほとんど電子メール専用に使っていた。とても古いモデルをタダでもらってきたそうだ。綾里法律事務所の帳簿だ。所長の綺麗な字で数字がびっしり書かれている。小さなオフィスだけど結構儲かってるみたいだ。まあ有能っていうかやっぱね、まあビジュアルもいいしね、所長は。ごく普通のオフィス用デスクだ。依頼人も使う家具にはたっぷり お金をかけて、自分が使うものはシンプルにというのが所長の方針だ。所長、所長お前いい人すぎんな。所長やっぱしっかりしてるわ。所長の大切な資料がぎっしり並んでいる。事件の聴取や最近の判例なんかがファイルされているそうだ。他はこっち側はないのか。あんまりこれですよ、やっぱ電話だよな一番気になるのは。そうだ、とにかく警察に通報しよう。ん、この電話変だな。受話器のネジがいくつか外されている。何かの作業途中でやめたような感じだ。来て、早く来て、おまわりさん。なんだ窓の向こうで叫び声が。は、怪しい。お前怪しいな。こっちをじっと見つめてるぞ。受話器を握っているような。え、捕まるじゃん俺。え、捕まんじゃん俺。大丈夫か。あ、この中見ないんだ。あ、どうなのこれ。大丈夫かな。あ、俺らが濡れ衣着させられてる。濡れ衣だっけ、なんだっけ。パトカーだ。ここへ向かってるみたいだ。動くな。警察だ。ガタイよ、ガタイがすごいわ。ま、肩幅がえぐいわ。え、こいどうしようこいつ。でもこいつでもずっと出てくるよな多分。どうしようかな。なんかある。レパートリーがないんだよな。自分は刑事課の糸のこぎりというものっす。ちょっとなんか探り探りやっていくわ。今日はとりあえず普通に。糸のこぎり、変な名前だな。このビルの向かいのホテルの客から殺人を目撃したという通報が入ったので駆けつけ出す。こいつね。向かいのビルから見えるか、お前でも次第。見えなくないか、普通に考えたら。あ、どうしようこれ。とりあえずあの辻、そういう感じじゃないもんな。そこ動いちゃダメっすよ。低い声使っちゃってるからもう。やれやれ。まゆちゃんか、まさかこの子が。うわぁ、ちょっといつか。キャ、この迷いという文字に心当たりはないっす。は、あ、あの、それ。あ、私の名前。なんすと。これは被害者が血で書いたメモっす。息を引き取る間際、犯人を告発したっす。単純かよ、お前。あ。これも決まりっす。署まで来てもらうっす。警察の声どうしよっかな。千尋さんの妹、迷いちゃんは緊急逮捕された。僕も取り調べを受けて解放されたのは明け方だった。まぶたは重かったが眠れるわけがない。留置所の面会が始まる時間を待って、僕はすぐに迷いちゃんに会いに行った。9月6日午前9時7分、留置所面会室。まゆちゃん、すっかり犯人扱いか。ほんとだ、窓越しだ。あ、あの時の弁護士さん。おはようございます。おはよう。かわいそうに、ずいぶん疲れてるみたいだ。あの、あなたが私の弁護士さんになるんですか。え、それは君次第だよ。もちろんそうだよ。それはごめんだね。いや、まあ君次第だよ。ここは真面目に答えるべきだな。君次第だよ。
私ですか？うん、僕が決めることじゃないと思うよ。これは君の問題だからね。信じてもらえるわけないもん、私のこと。あの時の弁護士さんの目、こいつが犯人だって。彼女を見た時、僕はそんな顔をしてたのか。いや、そんなことは。あ、いいんです、無理しなくても。うん、それに私聞いちゃったから。え、何を？実はこの前お姉ちゃんと電話で話したの。今日はね兄弟ストロと同じ声だわ。私の部下の初舞台だったの。そうなんだ。で、どうだった？それはもうあらゆる意味で大騒ぎだったわ。正直やばかったわ。こんなことを久しぶり。そうなんだ。出来の悪い部下なんだね。彼は天才よ。まさに恐怖のツッコミ男と言ったところかしら。彼に足りないのはそう、経験だけ。ふーん。じゃあ、私に何かあったらお願いしちゃおうかな。いい、迷い。今はまだダメ。あと3年待ちなさい。じゃあダメじゃん。じゃあ俺無理じゃん。無罪になりたかったら、ね。お姉ちゃん。て。あ、すいません。失礼なこと言っちゃって。いや、本当のことだし。でもやっぱりじっとしていられないんだ。千尋さんをあんな目に遭わせた奴のことを考えると。弁護士さん、突きつける突きつける。ある。あ、そうか。あのさ、前からちょっと気になったんだけど。はい。どうしてそんな格好？あ、これですか。これは見習いの修行者が着る装束の一種です。見習い？修行者？君は一体何なんだ？あ、別に私怪しいものじゃないですよ。ただの霊媒師です。修行中の霊媒師って、なかなか霊媒師なう機会ないけどな、多分。霊媒師？ずいぶん怪しい。あ、もうこう話の順番バラバラだけど、まあ上からね。事件があった日のことを聞かせてくれないかな。はい。あの日の朝、お姉ちゃんから電話がありました。近藤裁判の証拠品を預かってくれって。証拠品？はい。考える人の置き時計。まあ、聞いただろ、お前、それ。それ、昨日聞いただろ、お前。なるほど。やはりの作った例のやつか。でも、なんであんなのが証拠品なのかな？なんででしたっけ？お前、聞いただろ、お前、電話で。お前、なんだろう、お前から言ったじゃん。なんか、紙入ってんでしょみたいな。言わなかったっけ？言ってないか？あ、そうだ。よかったら、その時のお姉ちゃんの話聞けますか？え？聞けるの？はい。あの、私の携帯電話にその時の会話が。録音してるんだ。はい。消し方を知らないから。じゃあ、聞かせてもらおうか。その携帯電話に録音されている会話だけど、早速聞かせてよ。はい。あれ、そうだ、電話あの刑事さんが持って行っちゃいました。すいません。あ、そう、そりゃそうだな。わかった、今度刑事さんに会ったら聞いてみるよ。じゃあ忘れないようにメモを書きますね。あ、ありがとう。迷いのメモを法廷記録に挟んだ。私の携帯電話にお姉ちゃんと話したことが録音されています。それぐらい覚えられるだろう。なるほど。事件があった日のことを聞かせてくれないかな。嫌なことを思い出させて悪いけど。気にしないでください。でも割とでも立ち直ってるね、迷いちゃんも。最近はその話ばっかり繰り返していたから少し慣れちゃいました。あの日の朝、お姉ちゃんから電話がありました。今度裁判の証拠品を預かってくれっていう話で。やはりは作った例の考える人か。ある種連続殺人犯とも言うべき代物だな。滑舌が。それで事務所に着いたのがちょうど9時くらいでした。電気が消えていて、そして血の匂いがして、そしてお姉ちゃんが。わかった、もういいよ。ありがとう。
君は修行中の身なんだ。その霊媒師の。そうですよ。綾里家はとっても霊力が強い家系で、特に女性は。ちょっと待って、綾里家ってことは千尋さんも。もちろん。キャリアウーマンになるって急に山を降りちゃったけど、お姉ちゃんの霊力ほんとシャレになれなかったんですよ。知らなかった。あの千尋さんが。ん、待てよ。何ですか。本物の霊媒師なんだよね。はい、修行中ですけど。じゃあ千尋さんの霊を呼び出せばいいじゃないか。本人に直接誰に殺されたか聞いてみようよ。はっ。すいません、何分修行中の身ですから。そんな大それたこと、とてもとても。やれやれ、そんな前話ないか。あの、ん、どうしたの。すいません、お願いしたいことがあるんですけど。ん。この目も偉い弁護士さんの住所なんです。昔お姉ちゃんが書いてくれて、困った時はこの方に頼めば大丈夫だって。それでよかったら弁護をお願いしていただきたいなって。どうしよう。え、ということ、これでもこれは俺がじゃなくて、その偉い人に引き受けてもらうってこと。まあでもいいんじゃないの別に。あ、いいよ、頼んできてあげる。ありがとうございます。私他に頼める人がいなくて。そういえばご両親とかは。亡くなってんじゃん。亡くなってんじゃん絶対。そうか、うん、僕に任せて。お願いします。明日10時からです。え、明日。はい。もしこの人に断られたらどうするんだよ。その時は国で選んでくれた弁護士さんが来るそうです。それはいつ。今日の4時まで待ってもらっています。面会時間ギリ。あ、違う、ギリギリだな。もう時間がないぞ。わかった、また来るよ。あ、これで行くのか。星影法律事務所。9月6日某時刻、星影法律事務所。受付によると、大先生は外出中らしい。いつ戻ってくるかはわからないそうだ。それにしてもやり手の弁護士ともなると、事務所も大変なことになってるのは確かにバカでかいな。いろいろ書類もあるし、単純にやっぱ綺麗だね。まあまた後で来てみるか。調べてみようか一回。じゃあチェックしようか。チェック。来客用のテーブルだ。上品なコックなんだっけ、わかんねえわ。シガレットケースと純金製のライターか。なんだかわからないけど高そうなことに間違いはない。あ、観葉植物。最高級の観葉植物だ。名前はわからないがどうせ高いんだろう。適当かよ。さっきからずっと気になってたんだよ、あの絵。暑苦しいほどこってりした油絵だ。うん、お値段の方もさぞかしこってりしているんだろうな。ん？マホガニー製のどっしりしたデスクだ。深い艶が出るまで磨き込まれている。マホガニー製知ってんのお前。俺マホガニー製知らないんだけど。マホガニー製ない。マホガニー製って。高そうな本棚に高そうな本がずらり。でもあまり読まれたような跡がないのが気になるな。まあ。まああるあるですよ。でも実際買っては見るけど読まないっていう。読まないっていうか、なんか、なんだかんだね。時間かかっちゃうみたいな。移動す。じゃあ事務所行こうか。こっち、なんかチェックしようか。事務所は警官たちでいっぱいだ。みんな忙しそうに動き回ってるぞ。こら！ここは立ち入り禁止っす。ん？確か、あんたは、やっぱり君、だったっすか。なるほどです。あいつと間違えないでくれ。あ、そうそう。なんかそんな名前だったっす。これで行こうかな。やっぱりは、確か殺人犯の名前だったっす。あいつ確か無罪になったはずだけど。そういうあなたは確か、まあ、俺は分かってる。亀の子でもノコノコでもないよ。糸の子だよ。糸の子刑事でしたよね。そうっす、糸の子っす。
ちゃんと人の名前勝手に縮めちゃダメっす。自分は糸のこぎりけいすけ。糸のこぎりけいすけ。何ぴたりとも自分を糸のこなんて。おいたのか、こっち早く頼むよ。はっはっ、すぐ行くっす。ああ、おほん、確かあんた弁護士だったっすな。呼んだら早くしてほしいっす。しめた、僕を真由ちゃんの弁護士だと思ってるぞ。お、調べられんじゃん。じゃあこの範囲だけ。この範囲だけ。僕の気持ちと裏腹に外はいい天気だ。目の前に例のホテルが見える。千尋さんお気に入りの観葉植物だ。名前はとても常人には覚えられそうもないような。コルディニレストリクタス。誰だ今の声。スって言ったら大体わかるだろう。スってつくやつ今んとこあいつしかいねえよ。古い映画のポスターだ。千尋さんが初めて泣いた映画なのだそうだ。いいね、そういう記念になんかポスター持ってくっていいね。俺初めて泣いたのはドラえもんかな。ドラえもんかな俺多分。千尋さんのデスクだ。いつも通り綺麗に片付いている。足りないのは千尋さんの姿だけだ。悲しいこと言うなよお前。法律関係の難しい本が嫌というほど並んでいる。恐ろしいことに千尋さんこの本を全部読んでいるそうだ。へえ、勉強家なんだ割と。じゃあすごいな。結構それやっぱね、信頼じゃないわ、尊敬するよな。千尋さん解剖はしたんですか。ナース、知りたいっすか結果。そんな目で見つめちゃダメっす。そうっすね。あんたは彼女の元で働いてたこともあるし、報告書を見せてあげるっす。あ、いただいた、やった。職員ファイルした。迷いさんのことなんですけど。あ、裁判が楽しみっすね。あんたには気の毒っす。絶対に勝てないっす。どうしてですか。検事局はこの事件の担当にあのみつるぎよね。確かみつるぎだったよね、こいつとあのライバルって。検事を任命したっす。みつるぎ。これがどういうことか弁護士ならわかるっすね。みつるぎ検事。そうっす、みつるぎレイジ、その一つ。こいつの喋り方は安定しねえな。まさか知らないなんてことないっすよね。まあ、俺はまあキャラクターとしては知ってるから、まあ知ってるよ。有罪判決を獲得するためには手段を選ばない、血も涙もない鬼のような検事ですよね。人聞きの悪いこと言っちゃダメっす。でもまあこれでもう勝負は決まったようなものっす。三鶴検事が出てくるのか。20歳という異例の若さで検事になって以来負け知らず。黒い噂も絶えないし、裏取引や証拠のでっち上げ、そしてほとんど異常ともいえる犯罪に対する憎しみ。まさかこんなに早く会うことになるとは。終わりかな。じゃあ突きつけられるかな。俺は弁護士だって。俺は弁護士だっていけるかな。なんか言ってたっけ、メモ見せてって。あやさと前の携帯電話のことなんですけど、忘れてたわ完全に。危ない危ない。あ、自分が預かってるっす。できれば返してもらいたいんですけど。ふっ、怪しいっす。うわー、どうしよう。まあ正直に行こうや。あ、ダメだ、正直に話したら絶対に返してくれないぞ。どうしたっす。あ、いや、その、わかるでしょ、刑事さん。いや、わからんねっす。その電話には、あの子のボーイフレンドの番号とか、甘酸っぱい男との乙女の秘密がいっぱい詰まってるんですよ。は、我々警察を舐めてもらっちゃ困るっす。悪いっすが、メモリーされた番号は全てチェックしたっす。さすが警察。素早いですね。まあ、いいっす。返すっす。返すの？あいにく怪しい電話番号はなかったっすから。録音された会話には気づかなかったみたいだな。やったぜ。
法定記録で録音された会話を聞くことができる。だいたい聞くべきことは抑えたかな。もういいっす？あ、ありがとうございました。そろそろ帰ります。あ、そうそう。あんたに一つ言っておくす。大方これからあの目撃少年に会おうとか、そんな不埒なことを考えてるかもしれないっすが、会っても無駄っすよ。あー、こいつか。そういえば彼女のこと忘れてたな。目撃証人ですか。松竹梅用のことす。松竹梅じゃん。もう完全に松竹梅じゃん。あいにくすが、自分は彼女の情報は絶対漏らさないっす。名前は松竹梅用か。もう彼女を家に帰らせてあげたんですよね。我々を舐めちゃダメっす。彼女には裁判が終わるまで勝手な外出は禁止してるっす。ってことはまだ彼女はこの向かいのホテルにいると。はあ、さすが警察ですね。わかればいいっす。よし、ホテルにも行ってみよう。情報バレバレだったな。あ、これさっき俺が見たやつか。あ、でもどうしようかな。時間も時間だし、ここら辺でじゃあ一旦終わるか。これまあ移動できるってとこ段階で、じゃあここで一旦切るわ。じゃあ、あざした。